交流会は四国経済連合会と四国生産性本部が毎年開いているもので、企業経営者や行政の関係者などおよそ450人が出席しました。新型コロナの5類移行後初めての開催となった交流会。物価の上昇や人手不足で景気の先行きが不透明な中、出席者は今年の展望について懇談していました。これからは交流もどんどん拡大して、コロナで以上にインバウンドの人も入ってくる、また国内でも人も移動するということで地域が盛り上がっていければと考えております。コロナ前の状態に戻していくということにまずは注力しつつですね、その次のステップとして東南アジア方面の、路線というニーズがあるというのは承知はしておりますので、海外での PR 活動も含め頑張っていく年にしたいなと思います。ニーズに合った商品とかあるいは旅行形態を提案してですね、新しい人流を創出してまいってですね、四国に大勢の方に来ていただくというのに取り組んでまいりたいと。